前のなじみ、ルテナチャンネル、旅の道草谷です。成田空港、第2ターミナルでございまして、にぎわいはですね、コロナと違いまして、すっかりと取り戻しまして、外国人のお客様がたっぷりでございます。お前ね、今から海外にでも行くんかっていう話じゃなくてですね、この成田空港、なんで来たかというとですね、この成田空港にですね、超絶やばい場所がね、あると聞きつけましてね、行きたいなと思います。さて、第3ターミナルを抜けてですね、ちょっとね、空港の端にやってきたんですけれども、場所はね、東方神社という場所でございます。この東方という場所、ここがですね、非常に癖者でございましてですね、成田空港って建設するときにね、えらい揉めてるんですよ。70年代に。まあ、あの時左巻きがすごいね、力振るってましたのでね、もうとにかく空港建設をね、反対するためにね、暴動や闘争がね、あちらこちらで起きましてですね、中は戦争状態。死人まで出る始末でございまして、この東方という場所はね、マジでね、左巻きのね、まだね、巣窟でございまして、そこにですね、ある神社が、まあ一つのね、モニュメントとしてね、実はね、まだね、健在なんですよね。空港のね、ど真ん中にですね、神社があるというね、まあ、奇妙きてですね、場所でございまして、まあ、そこにね、行くんですけれども、ちょっとね、気をつけなあかんですね。警察がね、やっぱしっかりで取り締まりしてますからね、変なやつ、来えへんやろうな、ということでね、今日ね、監視対象になってるというところでございまして、職質をね、受けるかもしれない。ちょっとね、ビクビクしています。こちらは側溝神社でございまして、行くね、東方神社と全く違います。まあ、ここはね、全然安全なんですけどもね、なんせ東方神社ってね、ほんとね、空港のね、滑走路の際にあるっていうぐらいのね、ところなんで、こんなところに神社があるとはね、知りませんでした。このように成田はですね、利根川水系のだだっ広い平地がですね、連なる農業に適した場所でございます。羽田空港がですね、手狭になりまして、国際空港、そのですね、需要が高まるにつれてですね、手狭になった羽田空港の代わりにですね、新しい空港を作ろうじゃないかという計画が持ち上がりまして、この成田が選ばれました。まあ、土地のね、買収というのがね、当然難航しました。当時のね、50年ぐらいまで飛行機って、やっぱりジェット機といってもね、非常に騒音がうるさく、まあ、各地でね、大問題になってまして、公害ですね、騒音問題。何々もですね、飛び火してはかなわんということでね、猛烈なね、反対が起きましてですね、まあ、とにかく土地のね、収容にね、手間取ったという歴史がございます。まあ、そこのところでね、最後の最後まで、いまだにですね、頑強に抵抗を続けているのが東方地区ということでございます。県道ね、44号線。そのね、脇からね、ちょっとこの道が出てるんですけれども、この道を辿っていけば東方神社に当たるということで、Google マップが示しているんですが、いや、このようにですね、きっちりとね、壁にね、もうね、囲まれています。外の景色をね、眺めること全くできません。飛行機を、ね、眺めようかなと思ったらね、全くそんなね、色気はないっすね。残念でした。おー、このようにですね、しっかりと防犯カメラが設置されておりまして、不審者約1名、今から何しに行くんやということはね、もう逐一ですね、ここの成田空港のセキュリティの部門からですね、監視されているといった次第でございます。はい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 。怪しさ満載のとこですよ。私有地につき立ち入りを禁ずって書いてますからね、ここ私有地なのかっていうね、成田空港のものじゃなくて、またね、私有してるね、建物ちゅうことですよね。あ、なんかやばい、なんか雰囲気漂ってるで、これはなんか。めっちゃやばそうな、なんか。あれ、何あの上り。うわぁ、成田空港、なんか、反対派のあれですよね。おぉ、まだこんなことやってんねや。やべえな、ほんと。いや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 、身のね、安全をね、ちゃんとね、第一に確保しながらね、いかんとね、超絶やばいし、いや、めっちゃなんかね、これね、絶対監視されてるやろ、ああいうとこから。あ、見えへん。うわぁ、なにこれ。超やばいっすよ、天神法っていうとこなんですかね、ここは。ちゃんとこれ。なにこれ。こっちか。指導につき見学及び飛行機撮影に目的の立ち入りを禁ずと書いてます。まだここがですね、買収が終わっていない私有地いうことなんですよね。いやー、空港の脇にこんな闇がね、潜んでるとはね、誰も思わないですよね。やばいなこれ、ほんと。おお、日航の787が目の前をタキシングしていく。こりゃかっこいい。すごいぞ。完全にね、柵で覆われてるのとね、もうね、何のね、景色をね、見ることもできない。物々しさというのをね、よく感じますよね。
いつ何時誰が襲ってくるかどうかわからんちゅうことですからね。日本にこんなとこあんのかっていうのかね、来てみないとわからんってのはこういうことですよね。らっきょう田舎漬けとありましてですね、こっちの道を行くとやっぱり民家的なものがあるみたいなんですよね。でね、らっきょう漬けをね売ってる店があるみたい。まあおそらくこれらっきょう漬けっちゅうことはこの反対派の資金源になることだから、まあ、買わん方がええやろなっちゅう話なんですけどね。この策ですよ、この策。物々しすぎるでしょ、ほんと。入ってくんなっていう風にね、防護壁を作ってんのが、まあ、空港そうなんですけど、どこも飛行場なんで、人入ったら逮捕される案件ですからね、絶対入っちゃいけないんですけども、こっちもこっちでね、入ってくんなっていうね、なんかね、もう、とにかくね、閉鎖的な空間だっちゅうことがね、ようわかります。てか、らっきょう田舎漬けなんて、どこに売ってんの？ただ野原があるだけやないかいなと、ところで、ここに建物があるんですけど、まあ、ここはその反対派のアジト、アイラブ自然食、有限会社三里塚物産ということでございまして、ここが、その三里塚物産の、土地なんでしょうね。家畜伝染病のため、関係者以外立ち禁止、こっから先は入っちゃいけないそうでございます。あ、とりあえずね、そういった野菜類を多分販売して、生計立てている農家さんなんでしょうね。いまだにおるっちゅうことでございます。大概立ち抜いたのにここだけはね、絶対に立ち抜かんというね、意志を感じる。いや、左巻きの意志ってすごいなと思いますね。お、看板あったあった。東方神社、この先行き止まりっちゅうことで、この道をね入っていけばその九段の東方神社に当たるっちゅうことですよね。すべてをね囲まれている、なんかこうポツンとした一軒家みたいな、そんなね雰囲気漂う場所でございます。まあ、私はあれですからね、神社をね参拝しに来たらね、参拝客ですからね、別に怪しいわけないですけどねっていう、まあ言うて怪しさ満点やろって突っ込まれたら、はいそうですとしか答えられませんが、なんじゃこれ、何もこれ見る景色ないやんけということです。おそらくは反対派の人たちがね強行突破して滑走路に侵入とか、ならへんようにですね、完全にね覆いがなされていて、外の景色をね見ることはできません。うわー、これは完全に閉鎖された空間でございます。いやー、動画の撮れ高バリ低いで、これ本当に。あ、しかも警備員だった、警備員だった。絶対俺監視されてる。あそこの防犯カメラ、そしてそこのですね、窓からですね、私の動向をね、見てるってことでしょうね。こちらがですね、その九段の東方神社でございます。めっちゃひっそりとした祠ですね。まあ、祠があるだけなんですけれども、ここもともと航空神社として設立されたと言われております。明治期のですね、飛行機で殉職されましたですね、方々8人がですね書いた木札、これが御神体となっております。今はそんなね御神体はございません。うわあ、めちゃくちゃちっちゃい、ただのお祠ですけど、ここのですね、やはり氏神様ということで、ここはね守らなければいけないという意思をね感じますね。そのためにね、この神社、おそらくこれ空港の建設計画だとね取り壊される予定だったんですが、やはり反対派のですね1年でもってですね、ここは無事に守り抜かれているということでございます。しかも狛犬片方どっか行ってもうてるやん、かわいそうに。もう一応賽銭箱もあるんだね。でもこの中にはね何もね入ってないということをねウィキペディア調べました。ちゃんとねおみきも祀られておりまして、いまだにここは立派な現役の神社だっちゅうことをね、見ることができてね、いやちょっとドキドキしてます、ほんと。おぉ、年季入っとるなぁ。後期2600年の記念の碑までつく。まだいまだにここにある。ちゃんと、お手水の、桶もありますけど、石桶もありますけど、あそこに水は入ってません。おぉ、なかなかね、いいもん見れましたよ。で、そしてね、この東方神社以外にもですね、実はもう一つね、成田はね闇深い場所が、ね、あるんでね、そっち行ってみましょうか。ちょっとね時間かかるんですけど、横堀鉄塔でございます。あれは警備用の鉄塔でしょうね。なんか変な動きがないか監視するための役割でしょうかね。こっちか、この先行き止まりになってますんで、おそらくこっちでしょうね。まあそれにしてもね、一っ子一人ね、見当たらないっすよ。まあ、どんだけ空港がだだっぴろにやっちゅう話かもしれないですけど、まあ、こんなところにね、来る物好きもね、ここ、わししかおらんやろっちゅう話なんやけどなっていう。
ほんとマジ物々しいんやけど、これどうなってんねんっていうぐらいのね規模感ですよ。しかもね、何もね遮られて見るものができない。しかも舗装がされなくなった。この先行き止まりって書いてるんですけどね、めっちゃ怪しいっすよね、これ。なんかそこに防犯カメラがあって、これ大丈夫なような気がしなくなってきたな。やばいぞこれ。ほんとこの左上ね、警備員の詰め所になってましてね、やっぱりねトンネルはあるんですよね。だから横堀鉄塔は行くことはちょっとできるみたい。でもね、なんかね、うわマジでこうなってきてんけど、200メーターくらいのねトンネルを抜けてきましたら、こんなようにね金網がかぶさってるですね、コンクリートで固められたね、もう本当に道がねあって、一応行けるってことか。あ、これだこれだこれ。おお、まさにやばいってのはこういうことですよね。ああ、あった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 。おお、飛行機のエンジン音がすごいよ。ちゃんとね警備員の塔も立ってます。そしてこれが空港反対闘争のですね象徴とも言われる横堀鉄塔でございます。完全にねもう竹に覆われてしまって、この土地が空港に運ばれてますが、これ空港のど真ん中なんですよね。無断立ち入り禁止って待ってますんで、もうこれで立ち入ることはできません。いやーやべえな。こっからですね、要は空港建設反対のなんか様々な活動を行ってたと。うおー感動する。とりあえずねさっさと撤退しましょう。上からね警備員さんあるところ見てますけどね、まあただ撮影しに来ただけがっちゅうことですか。いやもうここはね早期撤退に限ります。いや飛行機のねエンジンの排ガスの匂いがねプンプン漂ってます。まあ、匂いまではね届けることができませんが、いやちょっと、ね、ドキドキワクワク、いやいや不安でしかないというね場所ですね。思いっきりドキドキしましたがね、横堀鉄塔を見られてね結構満足でございます。元来た場所に戻ってきましてですね、ちょっとこちらの道を行きます。でそして最後にねまたね空港のですね逃走の名残っていうのがねあるみたいなんでね、そこに向かいたいと思うんですけどね、ちょっとぐるっと回んなきゃいけないんですよね。いや美しい里ですね。ほんとのどかな田園なんですけども、ここで本当に50年前バッチバチのやり合いがあったとはですね、いや考えにくいですよ。とてもね自然が美しい綺麗な場所。このようにですね警察も逐次ですね警戒態勢を緩めておりません。しっかりとね空港をね妨害するものをねいないかどうか日々警備が行われております。芝山鉄道芝山千代田駅でございまして、おそらくこれ成田空港と連絡するですね鉄道会社、一駅しかね走っていない鉄道会社なんですよね。おそらく日本で一番営業距離が短い鉄道じゃないのっていう駅でございます。一応ね芝山市街までからねあと向こうを伸びる予定だったんですけども、その予定はね未定でございまして、今のところ線路はあそこでぶった切られておりまして、こちらがですね成田空港方面、その成田空港帰るところにですねもう一個だけですねなんかねやっぱり空港闘争のね跡地が爪痕があるみたいです。こちらでございます。木の根ペンションという名前の場所でございましてですね、この先私有地につき関係者以外立ち入り禁止って、おいどういうことやねんということでましてですね、民家がここにあるってどういうことやと、周り空港やん、なんでここにこれあんねんなというのがですね空港反対派のですね最後の砦でしょうかね。んなところのペンションでね一日中ねこれ飛行機とトラックの音にですね苛まれてねうるさいだけやろっていうね、土地手放せやと思うんですけどもね、しつこくねここはね固くなりね土地を手放すことなくね存在している場所でございましてですね、やはりこれも空港反対の歴史の闇でございます。いやいや本当ね、こんなんが何だにねまだに残ってるとはね、すごいっすよね、本当信じられないです。飛行機隣で、まあ飛行機マニアからすればねいいんでしょうけれども、それ以外の人はね別に泊まりたいと思わんしょうっていう、てかここ本当に営業してるんて、絶対営業してないですよ俺本当。そして東成田駅でございまして、ここはかつて成田空港のですね実はターミナルがあった場所、もう移転しちゃったんですけれども廃駅になることなくですね東成田駅としてですね、まあもうほぼ廃駅みたいな状態ですが
活用されております。まあレトロなですね、昭和の雰囲気漂うですね駅ではございますけどね、なかなかここもね壮絶な駅なんですよね。エスカレーター故障中って直す気ないやろっていうね、昭和らしいですね、このプラスチックのベンチに曲水の宴というですね、ようわからん中モニュメントがあったりとか、かつてのね使われていたねものがねもう不要になってですね、ここはもう蓋されてしまっているという場所でございます。こちらがね改札口ではございますけれども、空港台に見るまでねこの500メートルの、ね、地下通路をたどっていけばですね、成田空港第2ターミナルにたどり着きます。あ、そういった意味で、ね、大概ね歩く人多いですね。いやー、空港をね敷地周辺を一周してきたということで、いや疲れましたね。でもねこのように海外からのねお客さんをたくさん出迎え、そして見送っているですね成田空港でございます。ただこのですね空港の開発にはですね多大なですね闘争と犠牲と、そして血なまぐさい事件があった、その遺構をですね眺めることができてね、とてもねいい機会でございまして、今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。